この項目では、2011年シーズンの J リーグディビジョン2についてもべる。2011年シーズンの J2 のクラブ数は20。札幌ミト栃木草津 FC 東京東京 V チは横浜 FC 湘南都山岐阜京都鳥取岡山、徳島愛媛北九州都市大分熊本2011年の J2 所属クラブの所在地開幕。 終了日は J1 と同じだが、コパアメリカ2011に伴う中断はない。全380戦。エルゴラッソ J リーグサッカーキング、週刊サッカーダイジェスト、週刊サッカーマガジンの国内サッカー専門誌が、いずれも主位に予想したのは、広角組ながらも日本代表クラスの選手を数多く、揃え、戦力的に抜きんでていた FC 東京であった。FC 東京は、 序盤こそ優勝筆頭候補ゆえに相手チームの強力なマークにあったこと故障者が続出した影響もあってやや苦戦したが中盤以降は全評判通りの強さを見せるようになり第21節で初めて首位に立つと試合消化の関係で一度一時的に2位に落ちたのを除いて首位を譲ることのないまま第36節に J1 復帰と J2 優勝を同時に決めた また FC 東京は、この年の天皇杯も J2 勢として、史上初の優勝を果たし、翌年の AFC チャンピオンズリーグに出場した。FC 東京以外の昇格争いは、前半戦の首位争いを引っ張った栃木と千葉、中盤戦以降に調子を上げた札幌、徳島、トスによる争いとなったが、栃木はパウリーニョ、千葉はトルホグネオーロイと軸になる外国人選手が、 それぞれ故障離脱したのが響いて、昇格争いから脱落。一方、1999年の J2 発足時の10、チームの中で唯一 J1 経験のなかったトスは、第24節から16試合連続負けなしの快進撃を見せて、第31節で2位に浮上。徳島と同じ勝ち点での直接対決となった第37節で、3から0で解消し、 最終節を前に3位札幌と4位徳島に勝ち点3差をつけ、特殊点差の関係で事実上2位が確定。最終節で熊本に2の2と引き分けて、自力で2位と初の J1 昇格を決めた。札幌と徳島の争いになった、残る一つの昇格枠は、最終節で FC 東京に2から1で勝利した札幌が岡山に0の1で敗れた徳島を振り切って3位を、 確保し、4年ぶりの J1 復帰を決めた。中位以下では、三浦康都氏を監督に迎えた昨シーズンわずか1勝で、最下位に沈んだ北九州が、昇格したトスに後半戦の19試合で唯一の黒星をつけるなどの検討を見せ、最終的には8位に食い込んだ。また1年での J1 復帰を目指した京都は、開幕ダッシュに失敗し、序盤の 第15節時点では19位にまで低迷したものの、現役高校生ながらチーム得点王になった FW、久保優やら若手選手の活躍により、終盤の9戦を6連勝を含む8勝1敗で乗り切り、1年での J1 復帰はできなかったものの、最終的に7位まで順位を上げ、天皇杯でも準優勝した。その一方、 開幕前の積極的な補強で、昇格候補にも挙げられていた前年6位の横浜 FC は、開幕8試合で1勝6敗1分と大きく、出遅れると、後半戦も第4節から12試合連続無勝利を、喫するなど最後まで波に乗り切れないまま、18位に沈んだ。ナオ浦和ラは30試合に出場したが、得点は挙げられず、J リーグが発足した1993年から、 続けてきた連続得点が18年でストップした。最下位は J リーグ4年目の FC ギフで、前年はそこそこ安定した守備が崩壊し、第11節の再開転落後から一度も脱出することができなかった。最終更新は2011年12月3日の試合終了時出展。 J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得出点差3、得点数。2011年12月3日出展、J リーグデータ当たりシーズンにより新設。事前に、ファンの投票により、各クラブの最高得票者1名が、J2 エキサイティング20としてノミネートされ、その中から、J リーグアウォーズ当日の観覧者の投票によって、 最も多くの票を集めた選手が J にーストエキサイティングプレイヤーに選出された。最終更新2011年12月3日、出展 2011J リーグディビジョンにクラブ別入場者数 J リーグディビジョンに中期、昨シーズンは J1 でプレー、昨シーズンは JFL でプレー。ありがとうございます。